Karen， 大家好，我是潇潇。准备快过年了，然后大家已经准备好节目了吗？日本的话呢，是过每年的新历新年，所以一月一号就是他们的新年第一天咯，他们也会做各种准备去迎接新年。那我们这一次呢，就请来我们的特别来宾社长若琳先生，跟大家介绍一下日本是怎么过年的。有请，有请。大家好，我是若琳。皆さんこんにちは、若林です。どうぞよろしくお願いします。若林さん、お正月を向けて、日本人の方はどんなことされますか？そうですね、まあいろいろ家庭によって違うんですけれども、まあ大概はお歳暮といって、まあ贈り物とか、まああるいは年賀状ですね、昔からある年賀状。あとはまあ大晦日には年越しそばっていう、まあ蕎麦食べたりとか、まあそんなんが大体やらんじゃないですかね。はい。なるほどですね。はい。じゃあ、我们现在就请若琳先生跟我们一一讲解怎么准备吧。一起去看吧。12月に入りますと、まあお世話になった方へ、あとは友達なんかに、プレゼントをね。贈り物ですかをするんですけれども、まあ、そうそうでも特別にデザインしたものを少しご用意しましたね。こういうお茶缶と急須のセット、まあ、中にも入っているんですけど、こういうものであるとか、あとはこうタオルのセットね、すごく、今治タオルといって日本で一番クオリティの高いタオルなんですけれども、これにそうそうのプリントがしてあります。まあ、箱もこういうプレゼントとして最適な箱になってますし、よろしければこのセットいかがでしょうか。日本ではですね、お正月にこういう年賀状、こういうのを出す風習があります。ここに明けましておめでとうっていう言葉と、まあ、今年の干支ですね、あの牛なんですけれども、今年っていうか来年かな、はい、どちらか、まあ、来年の干支が書いてある。まあ、こういうものに、まあ、お元気ですかとか書きながら、まあ、しばらく会ってない友達とか親戚とか、まあ、海外の人とかね、そういう人に、まあ、出すっていう、まあ、メールとか LINE とかでもいいんですけれども、またこういう、こう手紙にこう自分で直筆で書いて送るっていう、そういう伝統がですね、ちゃんと残ってますね。日本人还有吃年越しそば的习惯，今天我们就请若琳社长为我们介绍一下年越しそば的由来。はい、日本では、まあ、年越しそば食べるんですけども、江戸時代にはもう定着していた文化で、まあ、他の、まあ、麺類にいろいろあるんですけど切れやすいと、だからまあ厄を断ち切るっていう意味で、選ばれたのと、あとはまあ、麺がすごくね細くてね長いんですよね。ですからそれで長寿を願うっていう、まあ、そんな意味も込められてるみたいですね。那我们现在就去吃一下年越しそば吧。じゃあ年越しそばを食べます。いただきます。美味しいですか？美味しいです。完食しました。ごちそうさまです。好，以上呢就是日本人在过年前会准备的东西，然后大家会不会想要试一下呢？除了今天我们介绍的几样以外呢，日本人还会在年末的时候跟同事、朋友以及生意上的伙伴打招呼，感谢他们一年以来的关照，也请明年多多支持。那日文到底要怎么说呢？今年もお世話になりました。来年もよろしくお願いします。良いお年を。もう一度お願いします。はい。今年もお世話になりました。来年もよろしく
お願いします。良いお年を。良いお年を。シェシェ。再见。